2022年最高の1年を過ごしたりくりゅうこと三浦璃来選手と木原龍一選手。日本ペア史上初を連発し続ける2人が年末年始に立て続けにコメントを発信しており、そのしっかり&お茶目な姿にほっこりするファンの方々が続出中となっています。北京冬季オリンピックでの団体戦銅メダル獲得や個人戦歴代最高位、その後の世界選手権で史上初の銀メダル獲得だけでなく、新シーズンになってからもグランプリシリーズ2連覇やファイナル優勝など、今や世界のトップペアとなっている2人。12月末の全日本選手権では、悪天候による飛行機遅延や荷物の紛失、ドスバケがあり、残念ながら大会出場とはなりませんでしたが、エキシビションであるメダリストオンアイスでは、2人の幸せと愛があふれる最高の演技で、見ている方々を虜にしていました。そんな2人は年末、今年も応援ありがとうございました。今年を振り返ってみて、スケート以外のトラブルが多かったので、来年はロスバケしないで、飛行機にちゃんと乗れるように、遅刻とか変なトラブルがないようにしていきたいです、と JSF の SNS で語り、正月の過ごし方を聞かれると、木原選手は、トレーニングをして過ごしたいです、と真面目に語ると三浦選手に笑われ、その三浦選手は、私は毎年家族旅行に行っているので、行ってきます、とそれぞれ日本での年末年始の過ごし方を、笑顔で語ってくれていました。また、新年となってからは2人が所属する木下グループの SNS に登場し、せーの、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年の目標は、トータル 220.5 超えです。どうぞ、応援よろしくお願いいたします、と意気込みを語ってくれました。2022年に2人が出した最高得点は、ショートプログラムが NHK 杯の 78.25 点、フリーは北京冬季オリンピックの 141.04 点。そして総合は NHK 杯の 216.16 点となっており、今シーズンは未だ全ての演技を完璧に演じ、揃え切ることができていない2人。今シーズンに限っては、残り2月の四大陸選手権と3月の世界選手権のみとなっているため、そこで自身らの納得のいく演技を目指すという目標とのこと。とても具体的な目標ですが、大きなプレッシャーのかかる中では難しい目標とも言えます。しかし、そんな真面目な目標を色紙に書く際は、いつも通り仲の良い兄弟や親子のように、キャッキャはしゃぎながら、楽しそうに振る舞う2人。普段から自然体でいることが、絶大な信頼関係を保つために、二人にとってはとても重要な要素となっているのでしょう。そんな二人は、すでに練習拠点のあるカナダへ渡航しており、2月11日からアメリカで開催される四大陸選手権に向けて、トレーニングをスタートしているようです。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。
うん。